私はパニコ。3歳の息子がいる兼業主婦です。住んでいたマンションが手狭だったため、最近ファミリー向けの社宅に引っ越してきました。ちょっと年季は入っているけれど、家賃は安いし部屋も広め、近くに公園もあるし会社からも近いしでいいことだらけ。同じ年の夫匠も社宅に引っ越してきてよかったって言ってくれています。引っ越しは大正解と言いたいところだけど、私ったら肝心なことを忘れていたんですよね。あら、奥様見ない顔ね。新婚さん、いつから住んでるの？何階に越してきたの？挨拶がないから全然知らなかったわ。そう、社宅名物鑑賞しまくり女がいるってこと。先週末に越してきました。どうぞよろしくお願いします。では、こういう人の質問に全部答えていたら個人情報をつかまれまくりですからね。適当にあしらうのが一番。ああ、待ってよ。名前くらい名乗りなさいよ。名乗るほどのものでは。ああ、ふざけてるの？全力で嫌がってんのよ。もう、なんでこの人こんなに威圧してくんのよ。社宅のおつぼねってやつなのかな。関わりたくないオーラを出しているのに気がついてくれません。私はノリカ。この社宅にはずっと住んでいて、私のことを知らない人はいないのよ。へえ、やっぱりおつぼねさんか。私の主人は部長代理なのよ。ところで、お宅のご主人は？主人ですか？うちはヒラですが。ヒラ？あらら、まあまあ、どこにでもいる普通の平社員ってわけね。役職もなしの、つまり会社に使われる人ってことね。おかわいそう。何こいつ、普通初対面の相手にそんなこと言っちゃう？だからこんなやつと関わりたくないんですよね。平社員の旦那を持つと苦労も多いんでしょうね。部長代理の夫を持つ妻の私にはどんな苦労なのかわかんないけど、ああ、これから楽しくなりそうね。上機嫌の部長代理夫人さんは満足したのか、鼻歌交じりで社宅の中に入っていきました。私はこの社宅に住み始めて25年のベテラン社宅妻、ノリカよ。私の夫ヒカルは独身時代は単身向けの社宅に住んでいて、結婚後にファミリー向けの社宅に越してきたの。子供がある程度大きくなったらマイホームを建てて引っ越して行ったりする人が多いけど、私からすると社宅に住まないなんてありえない。だって家賃は安いし、夫の会社の人たちと関わるチャンスも豊富にあるのよ。夫が出世できたのも私が社宅で上司の奥様におべっか使いまくっていたからなんだから、その辺は夫にはしっかり理解してもらって常に私というできた妻に感謝してほしいわ。ねえあなた、先週末に新しい方が越してきたの知ってる？ああ、ねもう関わるなよ。お前はいつも社宅の人に深入りしてトラブルを起こすんだから。まあ失礼な言い方ね。あら、私が奥様たちに取り入ってあげたからあなたは出世したのよ。昔から課長の奥様や係長の奥様に毎日のように挨拶に行って、家事のお手伝いしたり料理のおすそ分けしたりしながら根気よく粘って、それでなんとか取り入っていたんだから。あのな、お前あんなの取り入ったなんて言わないよ。みんな迷惑していたんだから。そんなことないわよ。迷惑していたならどうしてあなたが出世できたわけ？俺の実力だ。とにかく今度越してきた人は俺の出世には関係ないから一切関わるなよ。絶対にやめてくれよ。いいな？はいはい。出世のために関わらなきゃいいんでしょ？まあ、あの女が出世のために使える駒だなんて思ってないからね。私は部長代理夫人らしくそれなりに振る舞うつもりよ。数日後、買い物帰り、荷物を持って社宅に帰ろうとしていると、あの平社員妻が現れたの。小さな子供と一緒みたいだけど、私にはそんなこと関係ないわ。あら、こんにちは。
私見ての通り荷物が重くて大変なのよね。平社員の妻なら持ってくれますよね。無理です。てかあなた誰？え？ママ知らない人と話しちゃダメだよ。ちょっと私よ、私何なのよ。この前話したの忘れちゃったの？うわー、ますます怪しいね。行こう行こう。待ちなさいよ。私は部長代理夫人よ。荷物も。あろうことか、平妻は私をスルーして去っていったの。それからも外で会うたびに、あの女には夫の上司妻に取り入るチャンスを恵んであげているのに、会うたびにあんた誰とか失礼な対応してくるんだから、ここはビシッとバシッと言わなきゃいけないわね。そんなことを思っていた時、ビッグチャンスが訪れたのよ。社宅の駐車場に平妻とその子供の姿が見えたの。私もちょうど出かける用事があるから車で行けたら最高よね。だいたい平妻のくせに車を持っているなんて生意気なのよ。こんにちは平妻さん。人違いです。僕たち平妻じゃありません。相変わらず失礼な親子ね。それよりも素敵な車ね。あなたの車？そうですけど。ちょうどよかったわ。私これから出かけるところなの。車借りてあげるわ。無理です。てか誰？なあ、また私のこと知らないふりして。ちょっと部長代理夫人よ。名字長。そんな長い名字のお方は存じ上げません。名字なんかじゃないわよ。私の夫は部長代理なのよ。そんな態度をいつまでも取るなら左遷させてやる。平社員の妻なら部長代理にはペコペコするのが常識でしょうが、荷物は持つべき、差し入れはするべき、車は貸すべき。部長代理妻に逆らうのならこの社宅から出ていかなきゃならないような遠くの支社に左遷させてやる。ここまで言ったらさすがに終わってるでしょ。最近の子は上下関係も分かってないんだから。あっそ、でも部長代理って部長よりも偉いんでしたっけ？え？ママは部長妻だよ。は？知らなかったな。部長代理って部長を左遷させる力があったんだ。へえ。え、嘘よ、この女嘘をついてるんだわ。でもこのみなぎる余裕の表情、それに子供がとっさにそんな嘘をつける？でも夫は平社員だって言ったじゃないの。ああ、思い出した。あの時突然夫の役職聞いてきた変な人か。本当に私のこと忘れてたの？覚えなくてもいい人の顔は忘れるようにしているんです。それで部長代理妻さんが部長に何の用ですか？部長の嫁だったなんて、ごめんなさい。私は頭を下げ慌てて社宅に戻ったの。あいつの旦那が部長だなんて、どうして夫はそのことを私に黙っていたの？とんでもない失態をしちゃったじゃない。ちょっとあなた、まだ出かけたんじゃないのか？この前引っ越してきた人、旦那さんが平社員なんて嘘じゃないの？お前話したのか？聞いたわよ、奥さんから。あいつもあなたも旦那は平社員だなんて私に嘘をついて、どうしてそんな嘘をついたのよ。いや、旦那が平社員ってのは本当だけど。え？確かに旦那さんは役職にはついていないけど。はあ、やっぱりあの女嘘をついていたのね。いや、旦那さん、あの女許さないから、絶対許さないから。待てよ。騙された怒りで私はまた家を飛び出してあの女のところに戻ったわ。夫が背中で何か叫んでいたけれど、そんなの気にしない。私としたことが騙されて謝罪までしちゃった。あー、やだ、こんな屈辱ないわ。駐車場にはまだ嘘つき女がいて、運転席に平社員男が乗り込もうとしている。おりゃー、逃がすか。家族水入らずでお出かけしようって時にとんだ邪魔が入っちゃいました。でも気を取り直して、お出かけお出かけ。待ちなさいよ、嘘つき。
また来た。え、あなた誰？いつものように知らん顔で通そうと思ったけれど、2分前に会ったばかりじゃないのよ。わあ、またこのおばさんか。リクもうんざり顔。慌てて運転席から出てこようとする夫に、後部席に座っている息子を頼むと目で合図しました。夫に確認したら、あなたの旦那やっぱり平社員じゃないの。なんで部長だなんて嘘をつくのよ、この大嘘つき。え、夫が部長だなんて言ってませんけど。この人なんだかすっごい勘違いしちゃってる。言ったじゃないの、私の謝罪を返してよ。いらっしゃいはマイカーなんて持つんじゃない。うわー、ひど。平妻は上司妻の言うことを聞くものよ。それが社宅のルールなの。それなのにあんたって人は嘘までついて、平妻のくせに。あらあら、そんなこと言っちゃって大丈夫かな。おい、やめないか、ノリカ。そこに慌てて駆けつけてきたご主人の登場です。だってこの女が嘘をついて私を。やめろって、部長になんてこと言うんだ。え？部長、妻が失礼なこと言ってすみません。部長代理が頭を下げたのは、運転席にいる夫ではなく私。そう、私が部長だったんです。こいつが部長？お前なんてこと。そう、私が部長だったんです。実は私と夫は同じ会社に勤めていて、夫は平社員、私が部長なんです。なんでそれを言わないのよ。だって聞かないから。夫のことばっかり聞いてくるから、てっきり夫狙いの変な人だと思ってましたよ。そんな、まさかあなたも働いていたなんて。旦那が働いて妻は専業主婦だって思ってました。そんな先入観にとらわれているからこんな暴走しちゃうんですよ。そんな。私が部長だってことが相当ショックだったんでしょうね。謝ることも忘れて地面を見つめて放心状態。申し訳ありませんでした。その謝罪の声に我に返った夫人は、怒りの矛先を旦那さんに向けちゃいました。あなた、なんで奥さんが部長だなんて言ってくれなかったのよ。知ってたらあんなことやそんなことも言わなかったのに。何を言ったんだよ。平妻とか。申し訳ありません。あなたが説明していたらこんなことにならずに済んだのよ。どうして部長が越してきたって教えないのよ。確かに、部長が越してきたって聞いたらお前はまた押しかけていくだろう。押しかける？上司の家族に取り入ろうとして何度も迷惑をかけたことをお前は忘れたのか。毎日家に行くのも帰ってくるのを見計らって、出てきて無理やり荷物を持つのも、うまくもない煮物をおすわけされるのも、迷惑極まりないって言われてきただろう。あらら、わあ、そりゃ迷惑だな。上司が越してきたって知ったらまた押しかけて俺の面目を潰すのが分かっていたから黙っていたんだ。なるほど。それで社宅に住むことが決まった時、いろんな人から気をつけてって言われたのか。押しかけ女がいるってね。あ、押しかけ女？あなたのことだったんですね。それじゃあ私が部長だなんて説明したがらないわけだけど、説明してもしなくても迷惑かけるやつはどっちみちかける運命なんでしょうね。あ、私はあなたのために。へえ、左遷ちらつかせて車を貸せって迫るのが夫のためになるんですね。そんなことしたのか。いや、その上司家族には押しかけて迷惑をかけて、部下には左遷を盾に言いなりにさせようとする、そんな女がいたんじゃ社宅におちおち住めやしませんよね。すみません。謝るべきはあなたじゃないのでは。ごめんなさい。許しません。なんで？だって何がいけないか分かってないじゃないの。だから同じことを繰り返し、これからも社宅のおつぼね気分で好き放題するんでしょうね。てか何なのよ、社宅のおつぼねって。それは私が言ったわけじゃ。上司だって同じ会社の人間同士でいざこざなんて避けたいから遠回しに断ったりしていたんでしょうけど、それを遠慮とか思っていたでしょ。え、違うの？お前な。しかも
夫の昇進は自分のおかげとかまだ信じてますよね。だってそれは、言っておきますが、うちの会社はそんなわけのわからない理由で役職を決めてはいません。お宅の旦那さんの役職は彼自身が部長代理になるために一生懸命働いた結果です。妻が社宅で好き勝手迷惑かけても、ヒカルさんが部長代理になれる素質を持っていたから私が代理に選んだんです。あなたが出産に育児にと大変で、子育てをしながら部長業は難しいからと平にしてもらうようにお願いしたけど、ぜひとも部長を続けてほしいと懇願されちゃったんでね。それじゃあ何かあった時のためにって代理を立てることにしたの。あなたにうまくもない煮物をもらったわけでもなく、帰宅するのを見張られて荷物を奪い取られ、いらぬ親切を押し売りされたわけでもない私がね。それじゃ私がやっていたことって無駄だってことだ。そんな、いやいや、変な妻がいるって防犯意識は植え付けたから無駄じゃないですよ。勘弁してくださいよ部長。こんな変な妻がいても降格や左遷の候補にしたりしないから安心してください。でもこの社宅にずっといるのは問題かもね。出て行けってこと？あ、それならご心配なく、すぐ追い出しますので。ずっと妻の暴走に耐えてきましたが、今回の件で覚悟はできました。子供たちも自立したことだし、離婚します。え？おっと、それは。だいたいマイホームを買うために社宅に住んでいたのに、こいつは無駄遣いしまくって貯金が全くないんですよ。子供たちを大学に出したらすっからかん。それでも子供を育ててくれたからと離婚はしなかったものの、人様の車を奪うなんて。それは離婚しない方がおかしいわね。ちょっと、離婚して追い出しますから、今後ともよろしくお願いします。そんならいっか。え？すみません、お出かけ前に。ヒカルさんは待っていた夫と息子に謝罪をしてくれました。ヒカルさんは私たちの車を誘導して手を振ってお見送り。その横で部長代理夫人は何か叫んでいたみたいだけど、知らない。その後二人は離婚して、夫人は出て行きました。夫人は住み込みの仕事をどうにか探し、若い上司に厳しく怒られながら心休まることのない日々を送っているようです。駐車場のやりとりは社宅のいろんな人が見ていたようで、私はあの女を追い出したヒーロー扱い。あ、パニコちゃんだ。春物退治してくれたんでしょ？え？ママたちがパニコちゃんは正義の味方だって言ってたよ。ママたちを守ってくれてありがとう。お礼にアメちゃんあげる。ありがとう。子供たちにはちょっと誤解されてるけど、まあいっか。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。